皆さん、とあるものが届きました。ちょっと待ってくださいね、持ってきます。22年間生きてきた中で一番の高額商品でございます。多分てか、うん、そう、高額商品です。まあなんか物の一番の高額商品ですね。まあ引っ越しの費用とかありますからリアルな話をすると、引っ越しの費用がやっぱ一番ね、あれではあるんですが、物ではもう一番の高額商品でございます。ちょっと開けてみますか。でかいな。じゃじゃじゃんと言ってもまだわかんないですよね。すっごいな。じゃあ開けたいと思います。せーの。なんと私、ムートンシート、違うな、ムートンシーツを購入いたしました。みんな思ってた想像と違いますよね、きっと。まさかムートンシーツを思い浮かべてた方っていうのはいないと思うんですが、ベッドシーツっていうのかな、なんて言うんでしょう、敷布団的なやつになっております。最近ね、睡眠にすごくこだわってて、前にもルームツアーで枕を変えたっていう風に話したと思うんですけど、でその時にムートンのシーツ、布団があって寝っ転がらされたんです寝転がってみませんかみたいな感じで言われたんで、ああじゃあはいとか言って寝転がったら、めちゃくちゃ気持ちが良くて、もうほんとなんか包み込まれる感じがあって、すごいいいなと思ってて、いろいろとね、ムートンの説明を受けてたんですよ。最初はぶっちゃけ、あーなんかすごい今私営業されてるって思ってたんですあ、すごいなんか営業されてるなとか思ったんですけど、でも本当に寝転がってるとマジで気持ちが良くて、今のベッドでも寝られてるは寝れてるんですけど、まあ、いいな、いいかもなとか思い始めちゃって本当に私ああいうのに弱くて本当にでもめちゃくちゃ悩んで、いやでも高すぎるしなと思って、どうしようと思ったんですけど、実際にやっぱでも自分で試してみてすごい良かったなって思ったので、最終的には購入することにしました。でそれが届きました。そうだから、もう私は今日から快眠生活です快眠生活を送りたいと思います。じゃあちょっと今からベッドに敷いてみたいと思います。楽しみに。はい、ということで寝室にやってきました。今使ってる敷きパッドは IKEA のやつ使ってました。マットレスはニトリのやつなんですけど、でもこれもなんかちょっと大人数とか泊まりに来た時に使えるかも、だから取っておこうかな。よいしょ。はい、よし、いよいよ広げていきたいと思います。うわ、ついに来ました。はい、ということで敷き終わりましたよ皆様。もうふかふかで早く寝転がりたい気持ちは満々なんですけれども、
服もそうですし、まだお風呂にも入っていないのでちょっと寝っ転がるのはやめておきます。まあ今日も楽しみだな、寝るの。これで楽しみ楽しみ。はい、ということで、まあ、こんな感じで私の人生最高額のお買い物をしました。でね、このねムートンシーツなんですけど、実はですねもう1枚購入してまして、デスクワークとかでずっと座ってやったりとかしてて、すごいもう腰が痛くて腰が痛くて、でなんか朝とかも腰痛いなとか思うことがすごい多かったんですけど、試した時になんか本当睡眠の質が全然変わるだろうなと思って、ちょっともうこの気持ちよさをぜひともお母さんにも味わってほしいと思って、私のお母さんもデスクワークではないんですけど、逆にずっと立ちっぱなしだったりとか、朝から夕方まで仕事して、夜帰ってきて家事してとか言って本当にもう疲れてるはずなんですよ。でもめちゃくちゃタフなので、私のお母さん全然そんな素振り見せないんですけど、まあ私もお年だから私もお年だからと思って、そうぜひともちょっとお母さんにもって思いまして、もう頑張って2枚購入しました。でまあなのでちょっと、ね、値段も言うのもあれかなと思ったので、今回ちょっと値段はあまり言わないでおこうかなとは思うんですが、でも本当に間違いなく正真正銘に私の人生で一番お高いお買い物だったので、ちょっと動画にしてみようかなと思って動画にしてみました。でね、さっきお母さんから LINE 来て、届いたよって LINE 来たんですけど、今着いたよ、今から開けますっていう段階から連絡来ましたからね。報告来て、写真送られてきて、で敷いた後も写真こうパッて撮って、お風呂入ってから寝転がるねっていうメッセージと共に来て、そうすごく喜んでくれました。今先ほど届いたばっかりだし、まだ私もね使ってないので、ちょっと今日寝てみて、また次の日どんな感じだったかなっていうのを動画撮ろうかなって思います。でその時にちょっとお母さんにもね電話してみようかななんて思ったりもしておりますので、もうほんとワクワクです。今日寝るの早く、寝転がりたいもう今日は早くお風呂に入ってやることやって、ゆっくりぐっすり眠りたいと思います。では、じゃあまた明日お会いしましょう。はい、ということで次の日でございます。ちょっともう夜になってしまったんですけど、昨日初めてちゃんとしっかり寝てみたんですけど、もう全然違いました。寝っ転がった時も全然違うんですけど、やっぱ次の日の朝の目覚め具合というか体の調子とかも本当に違うので、今まで結構私肩が痛いなとか腰もちょっと痛かったりとかで疲れが取れてないなみたいなことが多かったんですよ、しっかり寝たとしても。でも今日の朝起きてみて本当にね、スッキリさが違って、心地よく気持ちよく目覚めることができました。やっぱり睡眠の質って本当大事だなと思ってて、もちろん気分的な問題もそうだし、朝スッキリした気持ちで迎えられたりとか、ダイエットとか、あとやっぱ肌とかにも変わってきたりすると思うし、不眠が続くとどうしても色々とこう崩れてきちゃうので、睡眠はやっぱり大事だなって思って、寝具をちょっとグレードアップさせていっております。昨日ね、あれからお母さんともちょっと LINE したんですけど、喜んでくれてたみたいで私もすごい嬉しいんですけど、ちょっと軽くね電話してみようと思います。あ、そうだ、今日撮ってるの、まあ、4月なんですけど、ちょっと早めの母の日のプレゼントっていう感じで一応送ったので、いつもありがとうっていうのもちょっと伝えられたらなと思います。普段やっぱ口にしないから、実際口にするとなると、じゃあ電話してみよう。夜電話するとは言ってあるけど、時間は言ってなかったからびっくりするかな。出るかな。もしもし。あ、もしもし。はい。大丈夫今。うん、大丈夫。あ、めっちゃテレビの音聞こえる。え、どう？届いたでしょ？どう？うん、届いた。めっちゃいい。めっちゃ良くない？マジで。今でさ、布団だったからさ、余計に違うんじゃない？うん、違う。昨日、一回も目覚めかったもん。いつも目覚めるの？うん、覚める。うちも最近なんかめっちゃトイレで目覚める。朝とかもそれで目覚めるの。早い時間に。あー。7時とか。おばあちゃんや。やばいよね、ほんと。色も良かったでしょ。幸せですわ。色いろいろ。ベージュとホワイトがあって、うちはホワイトにしたけど、あ、そうなの。ママはベージュがいいかなと思ってベージュにした。うん、トロが何色頼んでくれたんって聞いてる。あ、どういうこと。俺のは俺のはってずっと言ってんけど、いやちょっとまあ数年したらじゃあまた送るわちょっと待ってて。だからね、まだね、7年後にね。じゃあなんで7年後。7歳年の差があるから。あー、パパとママ。え、そんなあったっけ。え、てかパパ今何歳だったっけ。46になった。え、ママじゃあ53になる今年。早っ。そうやね、うちが30ぐらいになる時にやばっ。やってあげて。ママそしたら60じゃん。ママややばっ。
璧で赤いちゃんちゃんこで。何それ、完璧といえば赤いちゃんちゃんこや。そうなの、昨日も風呂入ってから寝転がる言ってたやん、でパパパ風呂入って上がるからさ、先じゃ寝転がってるわとか言うからさ、とか言ったら、いやいやいやとか言って、まだ寝てないのじゃあパパ。寝てない。寝てみてよ今日ね。今日交換しようかって言ってたけど、いやいやとか言って、分かったら寝転がるんじゃない。早めの母の日ということで、いつもありがとうございます。こちらこそ。親孝行できてるかしら。できてる、できてる。娘を持ちましたわ。ママしかやってないからパパもしないとだね。そうだね、7年後で。え、聞こえてるこれ。え、聞こえてない。パパ聞こえてないの。スピカにする。うん、やったよ。7年後に送るね。いいよ、今日寝させてもらうから。寝るんかい。でも触り心地めっちゃ気持ちよかった。俺の方がさ、上に上がるのが早くてさ、でママがもう準備して楽しんだからさ、先に寝ちゃおうかなと思ったけど、さすがにさすがにちょっとまずいなと思って頑張ってた。今日はちょっと寝っ転がってみようか。ぜひ。そのまま寝ちゃうのね。こんな布団で寝れるとは思ってなかったわ。いいプレゼントだ。よかった。いつも疲れてるだろうから。ありがとうございます。こちらこそ。あと、あの、芝桜がすごいさっき初めてさ、めちゃめちゃ綺麗になったから。あ、今？また、あの、入ったら写真撮っておくよ。めっちゃめちゃ綺麗だろ、ほんと。いつからそんな興味持ち始めたの？花に。わからん。急に。あの、散歩してからやな。あ、そうそう。痩せるために。痩せるためにね。散歩し始めて、あちこちの花が気になって。へぇ、なんでこんなに綺麗だったの。乙女。乙女な、きつ。咲いたら送るわ。はい、じゃあまたね。はい、毎日幸せに寝ます。ありがとう、いつも。こちらこそ。今日はパパだった。今日パパね。じゃあね、おやすみ。はい、ありがとう。バイバイ。バイバイ、スピー。はい、ということで喜んでくれてました。よかったー。まあやっぱりママだけに送るのもなと思ったんですけど、ちょっと厳しいと思ってお母さんだけになってしまいました。でもまた7年後に今のお母さんの年齢とお父さんが同じになるので、7年後にまた運動シーツを送りたいと思います。覚えとかないと。2029年、もう30歳ですって。私やば。お母さん60歳って言ってたの。まあそれまで一生懸命頑張ります。はい、ということで、せっかくならというこの記念というか、なんてちょっと残しておいて、またこっから仕事もね頑張れたりとかすると思うし、こういう動画もたまにはいいかなと思って撮ってみました。でも本当いいお買い物ができたので、私的にもすごく嬉しいし、お母さんも喜んでくれたのでとても満足でございます。じゃあこれからも頑張ります。どんな感じで終われればいいんだろう、こうやって。これからもね、いっぱいお仕事して、もちろん自分のためにも使いたいなって思うし、親孝行もねしていけたらいいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。